スカラベオ50スカラベオはアプリリアが生産しているスクータータイプのオートバイの名称である。排気量は50、100、125、150、200、250、400、500cc と多様である。体型ホイールが特徴のスクーターである。本国イタリアではスクーターと別項目にスカラベオというジャンルが置かれている。スカラベオとはイタリア語でふんころがし、 小金虫、カブトムシ等のことである。ピアッジオがリーダーエンジンのインジェクション化に成功したことにより製造されることとなった。外装に細かい変更点があり、さらにイタリアンスクーターとしては初のエコ、スポーツモードが採用された。エコモードにすることにより燃費が約7%向上する。エンジンは DOHC を搭載。ピアッジオ製のリーダーエンジンを搭載している。 シート下はガソリンタンクがあるため車載工具が入る程度のスペースしかないが容量50リットルのリアボックスが標準装備されている。スカラベオ200のボアアップ版がスカラベオ250である。ピアジオ製のクオーサーエンジンを搭載する。基本的にスカラベオ200と同一ボディだがリアボックスのデザインが変更されている。スカラベオ250と 同一ボディにナックルガード、ヘッドライト周りにカールを標準装備、リアボックスの着脱はできない。名前の GT は、グランツーリスモの略であり、より長距離走行に適したデザインとなった。2006年スカラベオ250が、フルモデルチェンジし、インジェクションエンジンとなって販売された。ピアッジオのビバリークルーザーをもとに、スカラベオ500の特徴を備えるモデルとなった。 フロントホイール16イン、リアホイール14インは、ビバリー500と同一である。上下分割式ヘッドライト、格納式タンデムステップは、スカラベオ500を受け継いでいる。ラージホイールスクーターは、メットインスペースが小さいのが欠点であったが、スカラベオ250へは、フルフェイスヘルメットアルファを収納できるスペースを確保した。これにより、スカラベオに、必ず標準装備だった。 リアボックスはオプションとなった。ピアッジオのマスターエンジンを搭載する。スカラベオ250家と基本的にボディは同じだが、リアサスペンションのスプリング、マフラーがメッキされているなど細かい変更点がある。一般的なスクーターはエンジンの関係でメットインに凹凸があるがスクエア型に近いスカラベオは深さはないものの使い勝手はかなり良くなっている。またガソリンタンクは スカラベオ250エが11リットルなのに対して13リットル。オンザアップリリアスカレベオ500、A ツイストオブザグリップギブスレインツエ A シングルシリンダー 460cc エンジン、ワンオブスクトリングス、ラージスト、アンドセラスツザフェアリーヘフティ、マシンイージリーアウェイフロムレスト、オルゾーザイニシャルレスポンスイズ、エイビットソフト、ローイングウェルコー。 コダンイテッドアコードドライバーズ 2B というオフザライン、ザビッグシングルスウンリーチャス、イッツトルクピークビギンズ2とザスカレベオウィズリアル、アージェンシー。ありがとうございます。